Und herzlich willkommen bei Wie Hacke muss ich sein? Samurai Maiden. Wir machen gerade die Album Experience wieder und jetzt sind wir bei Agane angekommen. いつになく大慌てね。どうしたのかしら。どうしたもこうしたもないよ。スマホのバッテリーがなくなりそうなの。スマホ、ああ不思議な道具のことね。バッテリーがなくなるとどうなるのかしら。ここで使ってる機能としては撮影機能だ。このままじゃ新しい思い出が作れなくなっちゃう。それは一大事だわ。紬ちゃんとの思い出が作れなくなるなんて許せない。だよね。使えるようにするにはどうしたらいいのかしら。ここの穴に充電器を接続するか、無線で充電器を接続するかの2種類かな。ちょっと試したいことがあるから特訓の準備をしてもらえるかしら。特訓ですか。なんだかわかんないけど、わかりました。激しい特訓だったね。おかげで体の温度が上がってしまったわ。鋼さん、カラクリの体は大丈夫？これが狙いだったから謝る必要はないわ。狙い？どういうこと？それを私のここに挟んでもらえるかしら。え？スマホを胸に挟むの？そんなこといきなり言われても困るんだけど。いいから挟んでちょうだい。はい、失礼します。相変わらず大きくて羨ましい。こんなに近くで見たのは初めてかも。つむぎちゃん、どうかしら。あ、すごい。スマホのバッテリーが充電されていく。なんで？私のからくりの体も伊達じゃないでしょ。おっぱい型のワイヤレス充電器だ。Ah ja, wir haben das durch Training hoffentlich gelernt, nicht durch diese komische Brusterfahrung da, also. Joisho, Joisho. Tsumugi-chan, 何をしているのかしら？たくさんの戦いで刃こぼれが目立ってきちゃったから、イオちゃんに借りた砥石で研いでたの。つむぎちゃんは刀を研げるのね。うん、おじいちゃんが真剣を研いでいるのを子供の時から見ていたから、お手の物だよ。こう見えて砥石にも詳しいんだ。砥石ね、色が違うだけでどれも同じ石に見えるけど。大体の人はそうだよね。砥石は粒子の大きさによって粗と中と仕上げとの3種に分かれます。ちなみにこれは仕上げとですね。勉強になるわ。よいしょよいしょ、こんな感じかな。鋼さん、ちょっと見てもらえる？どう？ダメかな。刃こぼれ一つなく
見事な波紋が描かれているわ。さすが紬ちゃん、お見事よ。やった、鋼さんのお墨付きをもらっちゃった。ねえ、せっかくだから試し切りも兼ねて特訓でもしましょうよ。特訓か、いいかもだね。特訓終わり。切れ味が良くなると気持ちも引き締まる感じがするな。木々も綺麗に真っ二つになっていたわね。今度は私の包丁も研いでもらおうかしら。鋼さんは料理もできるの？できるかできないかといえばできるかしらね。鋼さんの手料理食べてみたい。じゃあ今度ゆっくりと料理の話をしてあげるわね。これをこうしてっと、よし、いい感じだわ。鋼さん、何してるんですか？連戦でいろいろとガタが来てたから、からくりを交換したり調整していたところよ。鋼さんにもたくさん負担をかけちゃってごめんなさい。謝る必要なんてないわよ。私も雇い主から受けた任務でここに来たわけだし。それにしてもいろんなものが転がってるね。これ全部からくりなの？ええ、からくりよ。興味があるなら見てもいいわよ。ではせっかくなので勉強がてら見させてもらおうかな。これはネジだね。私にもわかる。これはどこに使うものか全く見当がつかない。おお、こんな面白い形のもある。私が装備できるものとかあるといいんだけどな。うわあ、なんか勝手に開いちゃった。つむぎちゃん楽しそうね。わあ、キラキラした綺麗な石があると。うわあ、すっごく綺麗。鋼さん、これもからくり？ん？どれかしら？このキラキラした石。ああ、その石ね、今まで右腕につけていたものよ。さっき新しいのと交換したから不要になったわ。え？不要っていらないってこと？なんかもったいないな。欲しかったらあげるわよ。本当？こんなにキラキラした綺麗な石見たことないし、何より鋼さんの一部だったものだもん。そこまで言ってもらえるなんて幸せだわ。鋼さんのことを元の世界に戻っても忘れたくない。つむぎちゃん？あ、ごめん、なんだか感傷的になっちゃった。これ大切にするね。